はい、今回ですね、私の方から HRFB スペシャル、こちらのご紹介させていただきたいと思います。今回ですね、こだわったのは B ライン使ってトラブルレスに延長ができる、そういうコンセプトをもとに、作らせていただきました。まず見た目かっちょいいでしょ。こうね、アシンメトリーのカラーリングを、ね、搭載した、まあ、TWS ももちろん搭載したベイトリーになってます。これ最初にコンセプトを説明した通り B ラインでトラブルレスというところから開発を始めたんですけど、クロスだとやっぱりバックラッシュ起きちゃうんですね。さあ、一番最初の試作機はスプールの中でも高切れしちゃう、バックラッシュをして高切れしちゃう、そういうトラブルからスタートしてって、何を変えたか、まずスプール、ちょっと両端をナロー傾向にちょこっとだけ狭めました。2つ目、レベルワインドのスピードをいじりました。ハイスピードレベルワインドを今回搭載してるんですけど、速すぎてもこれダメなんですね。飛距離テストを行ってちょうどいいバランスを狙うとですね、飛距離が 2% アップしたりっていうところのデータまでしっかり取れたので、ベストなバランスを選んだセッティングになってます。そして3つ目、今回そのバックラッシュを起動させない、ブレーキセッティングとしてマグフォースジェット E ロングディスタンスチューンというセッティングにします。これがすごく肝で、ダイワのマグフォースジェットはインダクトローターの動きでブレーキをかけるようなセッティングになってますが、そこの出る幅の調整をですね、ワッシャー等々でですね、しっかりと見つめてテストを行ってきました。まあ、結果ですね、ブレーキダイヤル大体8前後ぐらいでですね、キャストをしてノーサミングで 70m オーバーキャストできます。 1.5 号でそれだけ距離が出る、まあ、非常にですね、B ラインに安心感を持ってですね、まあ、キャストができるリールとなっておりますので、まあ、ぜひ B ラインでのキャスティング楽しんでいただければなと思います。